今日ご紹介する展示物はこちら、ジョジョの奇妙な冒険スタープラチナロングパーカーです。はい、ということで以前ちょっと開封しましたよ動画で紹介しましたが、スタープラチナいざ開けてみようと思います。よいしょ、じゃん。お、あー、いいですね。あ、すごくいいですね。では、はい、切ります。そして広げてみましょう。この顔の向こうに何が待っているのか。いきます。じゃん。そしてもう一段階。うわ、腹筋がすごい、腹筋がすごい、腹筋がすごい。そしてうわー、これはいいですね。あ、なんかちょっと思ったのは、もう今パッと見て思ったんですけど、カジュアル的ですね。完全にこうかなりなりきりフード、うん、なんかもう完全にスタープラチナになりきれるかと思いきや、ちょっとカジュアル的ですね。普通に、普通にいい感じです、これは。このパーカーかなりいいですよ。裏面はこんな感じ。ああ、裏面も背筋がすごいついてますね。ちょっと色がなんか iPhone のカメラのこの関係でちょっと色が変になったりしてますが、ここら辺はちょっとオレンジか、オレンジの色です。実際にちょっと彫像カードを持ってきますか。これかな。うーん、これよりこっちですかね。どちらかというとこっちですかね。はい、戻ってきました。一応2つ、もう1個の方は緑だったんで絶対違うと思うんですが、とりあえず2つ持ってきました。限定版のセカンドのブルーとサードの紫。どっちの色の方が似てるのかな。多分こっちの方が近いんですけど、それよりもなんか青というよりもちょっと本当になんかカジュアル的すぎて、なんかこの2つの色にも遠いですね。うん、見ていただけるとちょっとわかると思うんですが、ちょっと色違うのかな。そこがスタンド感がもしかしたらちょっと足りないのかもしれないですね。はい、ということでこれ開けてみますか。よいしょよいしょ。もう、あ、真っ白ですね。なんかステッキーフィンガーズみたいな感じでめっちゃパッてなんか勝手に面白くなっちゃってます、一人で真っ白になっちゃいました真っ白ですね。中白ってのはすごくいいですね。もしかしたらこれなんかリバーシブルにも切れそうな勢いですね、これちょっと外行くのには恥ずかしいからこっちにしといて、でなんかちょっとジョジョの友達とかに会う時にはひっくり返してこれにするみたいなめっちゃいいですねこれ。いやー、なんかちょっと新しい発見しましたねはい、でもこれ肩がちょっとこうピラピラすればね、もっとこのこういう感じに近づいたと思うんですけど、まあそれはさすがにフードということでね、できないですねはい、ということで今日ご紹介したのはスタープラチナなりきりフードパーカーでした。チャンネル登録評価の方もお願いします。あと、そうだ、これを着てちょっとオラオラをやってみたいのでぜひそのオラオラ動画も載せます。そしてオラオラ動画リンク貼っておきますのでぜひご覧ください。ではまた明日。